軽眼だな。確かに赤はないが、トップから赤を引いたぞ。ついでにペアも出せるじゃないか。これで残り1枚だ。あれ？でも、ウモって言ってないよな。そうだったか？いかんな、また忘れてしまった。では、2枚カードを引くとしようか。ああ、君か。何、ちょっとした気まぐれだよ。つい最近、流星四国に帰ってきてね。生徒会室を冷やかしに来たら、クズハたちが札遊びに誘ってくれてね。意外と奥が深いものだよ、これは。なかなか勝てん。ウモって言い忘れてなきゃ、もう10回は勝ってますって。ちなみに、ルリチーもよく言い忘れてるよん。2人していい勝負って感じ。一騎打ちだね。ところで、会長さんは何の用事？一緒にウモしちゃう？ああ、フィオナなら出かけてるよ。もうすぐ帰ってくるんじゃねえか。ルリチーたちの一騎打ちが終わったら、5人で遊ぼっか。生徒会長殿はやはり忙しい身の上なのかな。6。ルリチーだけまだ気づいてないの。だから内緒ね。あたしらは魔界で会ってるけどな。ルリのやつだけ初対面だろ。ラティエさんが学園長ってずっと気づかねえから面白くてな。おお、学園長なのに謎の人物。姿を見せないということかな。それは厄介だな。随分と自由人なようだ。うん、それは結構だが、ウモで遊んでいる君が言っても相手には響かないかもしれんぞ。珍しいな。天使は生真面目なものが多いのだが、君のような子もいるのだね。やはり世界は広い。やっと見つけました。やあ、星二条、随分と遅れた到着じゃないか。はあ、お願いですから、ちゃんと指定した待ち合わせ場所にいてください。おかげで探し回ってしまいました。そうだったか。すまない、忘れていたよ。まったく、もうあなたは。ラティエ学園長、あまりうちのルリエルをからかわないでくださいね。堅苦しいのは嫌いなんだ。ルリエル城のように気兼ねなく接してもらえた方が私も嬉しくてね。つい旅人のまま通してしまったよ。さあ、それでは親睦会を始めようか。君たちの学園生活のこと、いろいろと聞かせてもらえると嬉しいな。
かし面白い偶然もあるものだ。休日の喫茶店で相席になるとはね。君、息苦しかったんじゃないか？何せ私はこんな見た目でも一応は学園長だからね。何気にするな。教え子に財布を出させる教師がどこにいる。また機会があれば語らおうじゃないか。さて、私はこれから街を散策するが、君はどうする？君は本当に変わっているな。普通、学生は教師と歩くなど嫌がるものだろうに。だが嬉しいよ。私は肩書きこそ学園長だが、本業は旅人だと思っているからね。では行こうか。久しぶりの人間界が楽しみだ。旅の土産話でもしながら歩こうじゃないか。この辺りはだいぶ様変わりしているね。一年も離れてはいないはずなのだが。あの店もなくなっているのか。困ったな。ひいきにしていたのだがね。やはり人間界は変化が早いな。来るたびに大きく見た目が変わる。展開も魔界も幾度もさすらったものだが、こと変化という一点に絞れば、人間界は特に慌ただしい。おや？あそこにいるのは。あなた方が擬態を借りて暮らすという守護天使殿か。なるほど。確かに普通の天使と見分けがつかん。いい噂かな。どちらも当たっている。して教会と名脈の二人はこの町で何を？お二人とも真剣な顔をしておられた。さぞや崇高な目的があったように私には映ったのだが、ほう、そうか。意外と俗っぽい返事が来たな。てっきりリクリエにこうするための集いとばかりだが、いや、このくらい穏やかに構えた方が良いのかもしれないな。ごたびのリクリエを乗り切るには3回の力だけでは足りないだろう。守護天使殿が人間に味方してくれるのであれば心強い。私は買い物を。この時期は化粧品の新作が出る。冷やかしだけでもしていこうかと。君は私のことを無骨な人間だと思っていないか？ま、否定はしないが。これでも3回を股にかけた旅人だからね。向かう土地によって気候は違うだろう。肌のコンディションは精神と健康に直結する。気温やら湿度やらちゃんと対策しておかないと長旅はできんものだ。ここまで意識が足りないとは。お二人の擬態は一般の天使と変わらないと聞いているのに。ちょうど良い機会だ。私からお二人に化粧品を送ろう。守護天使の肌が荒れていては威厳もあったものではない。当然君も来たまえよ。
今の時代、男もファンデーションくらい塗ってもバチは当たらんよ。なーに、物は試しというやつだ。さあ、行こうか。いいかしら、ここの書類って。やあ、なになに、なんなの。夜分失礼、少し邪魔をするぞ。九条の娘もいたのか、息災だったか。そりゃ元気よ、元気だけど、ノックもなしに隣の学園の学園長が飛び込んでくるって。すまない、少々困ったことになっている。説明する時間が欲しい。君、すまんが、私はここには来ていない。何も見なかったと言ってくれ。いいね。隠れるのはここでいいか。よし。では、あとは頼んだぞ。なんなのよ、一体。失礼しまーす。夜遅くにごめんなさいね、会長さんに。ヴィーナスさん、あら、確か流星学園の分析官のエスメラルダよ。ところでなんだけど、ラティエ学園長を見なかったかしら。見てないけれど、どうかしたの。困ってるのよ。勢力のデータ分析まだ終わっていないのに逃げ出されちゃったの。学園長って放浪癖があるでしょ。前もこうやって実験の途中に逃げ出されちゃって。今日は朝まで付き合ってもらおうと思ってたのに、どこ行っちゃったのかしら。こっそりつけてた発信機も外されちゃうし、新生学園の廊下に落ちてたから、とりあえずいろいろ見て回っているのだけど。なるほど、この人から逃げていたのね。だったら。あ、窓の外に怪しい人影が。本当に？どのあたりかしら、ヴィーナスさん。こっちに向かって行ったわ。ついてきなさい。ふう、いや君、世話をかけたね。九条の娘にも借りを作ってしまった。礼を言っておかないといけないな、これは。何、簡単なことだよ。エスメラルダ女子はとても仕事熱心な分析官というだけの話さ。君も聖騎士ならば知っているだろう。勢力は君たちのような若い年頃のものがピークだ。加齢とともに勢力は次第に衰えていく。それがこの世の決まり事。どの教科書にだってそう書いてあるが、私の勢力はなぜかその決まりから外れていてね。この年になっても未だ出力は増大の傾向を保っている。まあ修行の成果だという以外に私には説明できんのだが、エスメラルダ女子はそれを科学で証明しようとしているんだよ。もしもみんなが私のように勢力を伸ばし続けることができれば、これ以上ないリクリエ対策と言えるじゃないか。それに生徒たちを矢面に立たせる必要もなくなるからね。彼女の気持ちは痛いほどわかる。それもまた簡単な話。終わらないんだよ
女子の分析は。君、想像してみるといい。10時間も20時間もトレーニングルームで勢力測定を行う様を。コードのつながったヘルメットを四重かぶせられ、ひたすら湧き出てくるモンスターを勢力でなぎ倒すんだ。トレーニング室のモンスターは私にとって雑魚に等しい。延々と虚空に向かって素振りしているようなものだ。あれは疲れる、とても。で、私の顔に疲れが見えたら女子は何を言うと思う？休憩しようではない。眠くなってきました？あ、コーヒーいります？だ。一杯のコーヒーを飲んだ後、また10時間の計測が始まる。あれは地獄だ。魔界の魔獣大行進に巻き込まれた方が気が楽だよ、私は。女子は優しく真面目な教師なのだがね、ちょっとこう視野が狭くなる時があるんだ。興味深い実験対象がいる時などは特にね。そもそも私自身、己の体質をセルフチェックしたレポートは上げているんだぞ。体質の得意さは理解しているからね。だが女子には関係ないんだ。彼女なりに取りたいデータがたくさんあるのだろう。はあ、帰国していたことは内緒にしていたのだが、どこで漏れてしまった？もはや流星四国は安寧の地ではなくなってしまった。仕方ない、ちょっとした旅に出るか。エスメラルダ女子から逃げるには彼女以上の奔放さを発揮するより他にない。現に私の自宅も学園長室もすでに見張られている。ふむ、どこに行くか。歯応えのない敵ばかりで退屈していたからな。思い切り体を動かせるところがいいな。そうだ、レゾフで君と会った時修行をしようとしていたね。今日の礼と言ってはなんだが、私が稽古をつけてやろうか。右、左、右。どうした？反応が鈍くなっているぞ。目で追うからだ。私の獲物、聖雷剣バラクイエルは無知と変わらん。切っ先の目視は不可能だ。術者の手元を見ろ。視線を読め。五感を休まず駆動させろ。さあ、行くぞ。いい汗をかいた。少し休憩しようか。君、なかなか筋がいいな。さすがは新生学園の生徒会長だ。ああ、無理に返事はしなくていい。呼吸を整えたまえ。しかし、どうかな、このビーチは。観光客もおらず、しかし自然は実に豊富だ。学園のトレーニング施設とはまた違った趣があるだろう。出会った時こそ魔界にいた私だが、もちろん人間界の各所にも足を運んでいる。ここは穴場の訓練スポットなのさ。ん？どうかしたのか？少し浮かない顔をしているように思うが。なんだ？水着でも着て欲しかったのか？君も冗談を言うんだな。私の水着など見てもつまらんだろう。な、何？そんなことはない。そうなのか。期待していてくれていたとは知らなかった。まあ、
しかし無理もないのか。女に海に誘われたら水着の一つや二つ期待するのも当然か。申し訳ない、私はそういう男女の機微に疎くてな。あいにくこの年まで殿方とのご縁には恵まれないままさ。なんだそんなに驚くことか。まあ一般的には珍しいかもしれんが、私はこの通りの寝なし草だからな。学園長になる前もなってからも修行を理由に3回を放浪してばかりの身だ。恋仲になる相手などいるわけもないだろう。暇さえあれば旅に出て鍛錬とモンスター討伐の繰り返しが私の青春だったんだ。はは、驚くなよ。なんと私は男と手をつないだこともないぞ。だがあまり気にもしていないからな。興味がないではないが、私にはリクリエを退けるという大義がある。あまり学園長らしいこともできていないんだし、せめて流星最強の聖騎士ではあり続けようと思っているんだ。まあたまに旅をしているときに横に誰かがいたらと思わないこともないではないが、天界で息を呑むような絶景を見たとき、魔界の厳かな神殿に参拝するとき、放浪は私の趣味であり生きがいであり楽しみだ。それを分かち合える相手がいればなと思うこともたまにはあるさ。質問があるのだが、君の今の答えは、その私とそういう仲になりたいという意味なのかな。いやすまん、本当に男と付き合ったことがなくてな、頭が固いんだ。つまり私は君に女性として好かれているのだろうか。そうかそうか、君は本当に変わった子だな。魔王で生徒会長で流星学園の学園長が好きだなどと、とても変わっている。見た目に反して欲の強い子のようだ。だが嫌いではないよ。私は強い相手も好きだが、強くあろうとひたむきな子も好きだ。うん、私も君のことを好ましく思っているよ。そこに嘘はない。いつか君を連れて放浪の旅に出たいな。まだ見ぬ世界の美しさを二人で見る、とても面白そうだが、まずは私から一本を取ってもらおうかな。話しているうちにだいぶ余裕も出てきただろう。私の男を名乗るからには今よりもっとたくましくなってもらわなければね。約束できるかな、君。